です。古川祐希です。八木有沙です。下田そらです。はい、なるほど。僕たちが出演するドラマ1ページの恋がこの後11時から第3話が別に寝てるシーンがあるじゃないですか。でこう LINE が来て、うん、あーみたいな、ちょっと微笑むみたいな、うんうん、まあなんだこの色気は出たから出てるの。でもないくみくんがかっこよかった。いやいや、まあ確かに、まあ、ちょっとかっこよかったですよ、僕もちょっとかっこよかったんですけど、まあ、もう俺の感想はそれしかない。いやいやいや、もう僕はちょっと視聴者の人からこいつひどい男だっていう、そういう印象結構強い。そうですよ、僕そうですよ、そらくん、うん、ね、一応には見ました。見ました、ちゃんと。もう今日新幹線来るのかずっと見てました。今日見た、今日見ました、新幹線。どこ、大阪に住んでる。あ、大阪から来たの、このために。はい、マジか。僕らためなんですよ。ためです。ちょっと今大阪の いや、なんかかっこよかった、かっこよかった。いや、かっこよかった。おさんに言ってもらえるのはマジで。ということで、ちなみに古川さんって、うん、今回2人と共演って、ね、共演してないんだよね、今日初めまして。初めましてですか。はい、あ、違う、あ、私はあります。あ、うん、そこそこ、はい、ここはね、うん、だから俺は今聞いてた古川さんからちょっと失礼しました。ここが そらくん、僕らとは実は会ってて、うん、はい、どこで出てました？実はまだ出てないんです。あ、そう、今日放送で、うん、実はね、みずきくんと共演させてもらったんですよね、僕ら、うん、本当に一緒に演技の練習から始まり演技を一緒に作り、芝居を作り、そうなんですよ、もうこういう感じでね。一発 OK だったんですよね、初めての。いや、もう、すごいな。どんな話してるの、普段は二人で。いやでも、あと2回普段っていうか、撮影中。撮影中は、撮影中は結構、なんだろう、
年相応の会話してたよね。その恋愛なんかのドラマに出てる。俺もやったことがなかった仕事の話だから、うん、そうだね。恋愛映画も恋愛ドラマをやってるものとして、うん、そういう勉強になりましたし、うん、はい、で、はい、あ、ね、あ、なんと、今回閲覧者が3000人を突破したらスクショタイムを題してみんなでポーズを決めてね、写真をマネキンチャレンジをしたいと思ってますので、皆さん3000人すぐ突破できるように協力してください。お願いします。この人と話してみたかった。そうそう、皆さん映像見てて出てる方と皆さんと喋りたいですけど、辰臣も同い年なんです。そうなる、うん、あのそうだね、大和役を演じてるね、辰臣君も同い年なので、辰臣さんと古川雄輝さんと喋ってみたいですね。お演技してる人たちの話を、いろんな話を聞きたくて。なるほど、なるほど。同い年なのにいい子確かに男っぽい言うと、おいちょっとすごいいい子、ソミ君もかわいい だからっていうのもあるけど、俺は多分現場で会ってたらこんなに喋れないでしょ。おー、なるほどなるほど。どうしたどうした。いや、どうしよう、まずあれないです。あ、ごめんねごめんね。全然大丈夫です。どうやって仲良かったっていうの難しいね。仲良い。一回挨拶だけした後で、はい、そっから水木くんとの、うん、この共演やったんで話すことがあまりなかった。そうですね。なんか一くんを中心。
だったんで、できたかできてないか分からなかったです。いやでもね、めちゃめちゃしっかりしてて、なんだよ、上から言う。いや、ほんとだよね。いや、今のは本当に良くなかった。いや、でも皆さん怒ってください、本当に。ドエムです。仕方ないよね。はい、ドエムと。でもすごいしっかりお芝居してくれたし、現場でもみんなに丁寧で、すごい素晴らしい同い年なのに。どうなんですかね。どうなんでしょうね。まあまあまあ、この後ドラマを見てくれれば明らかになっていくかもしれません。うん、はい、じゃあね、最後にじゃないか。古川さんに質問です。川のシーン見ました。ね、ごめんなさいね。なんかあの日の撮影のエピソードなどあれば教えてくださいということで、まあ僕がね、あらすじを言うと僕がこう投げて、赤いのね、ストラップを投げて川に流れてしまう。飛び込もうとしたところに振り方からストラップというね、はい、そうですね、そうですね、そう、だからもう俺もまあ大変だったけど彼女の方がすごい頑張って、素晴らしいなと思って、本当に、主演として冬ですか？冬です、冬番組長さん、ちょうどね雪解けの水が流れ込む、うん、はい、次行きましょう。なるほど。どうですか、赤い、まあ、ストラップなんかある？なんか捨てられないもの。捨てられないもの。化粧品。ここじゃ多分理解得られない。顔一個しかないのにどんどん買ってっちゃって。ああ。溜まってっちゃう。それ何の種類？同じ種類の。そう、でもこの色ないからとか思って捨てられないですね。へえ、なるほど。なんかありますか？化粧品とかって。化粧品ですか？化粧品じゃなくて。あ、化粧品じゃなくて。化粧品じゃなくて。捨てられないもの。服ですかね。服ね。古川さん絶対ありますね。いや、あのパブちゃんに。いや、いやパブちゃんには戻りたくない。戻りたくないです。捨てられないものはあるよ。あの大学の入学式に両親が買ってくれたベルトとかはもう15年ぐらいかな、ずっと同じやつ使ってるし。あ、本当ですか。そうそうそう、やっぱ思い出に残ってるものだからね、うん、いいベルトなんでしょうね、きっと。
うん、そうだね。結構時代いっちゃってますけど、もうちょっと昭和のものとか明治のものとかそういう電車とかじゃないですけど、なんかこうちょっと壊れかけのレディオじゃないですけど壊れかけのなんかそういう昔のものとかが置いてある昔のこうバス停の看板とかあるじゃないですか、かすれか、かすかすのかすれ、めっちゃかすれてる看板とか見たいに、板垣さんのが宇宙ですね。いやいやいや、もうずっと笑ってます、ちゃんと。あ、ごめんなさい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 、動いてない、パカッて、パカッて閉めてください、パカッて、パカッて、ブーカさん、パカッて、ブーカさん、パカッて閉めて、パカッて、あ、いいですね、ブーカさん、いいですね。はい、終わりでーす。スペシャルタイムだから、あんま動かない、いやいやいや、大人がパカッてしてくれって。どうも皆さん見てくれますよね。恥ずかしい。そんな皆さんに感謝の気持ちを覚えてプレゼントを用意しました。もうね、本当にアベマで一番見られてるドラマですから、本当にいいプレゼントですよきっと。今からドラマの第3話を見れば絶対わかるクイズを出題します。ドラマの最後第3話を見れば絶対わかるクイズを皆さんに出題します。遠回しに見ろって言ってます、はい、放送後30分以内に、スラッシュ一声あれですハッシュタグ、あ、ごめんごめん、ハッシュタグ一声、一声のカタカナですね、ハッシュタグ一声をつけて放送後30分以内にハッシュタグでカタカナで一声もつけて回答してくれた人の中から僕たちのサインが入ったあるプレゼントを差し上げます。もう本当にハッシュタグ一恋は兄貴でって、そうそうそう、どんなと分かりづらい、どんなツイートでもいいからとりあえずハッシュタグをつけてくれると嬉しいです。なんとこちらです。
ントはこちらです。唐突だったね。1ページの方に協力してくださってる、漫画家さんが特別に友達ですということでね、最後じゃあ書いていただきたいと思います、はい、これに書けていい、はい、はい、端の方に書いてくれ、端の方に、これでも見たことありますよね、きっとね、これ俺の下に見たことある、見たこと、この絵を書いて、この絵見たことあるでしょ、あ、そうなんだ、これ見たことない、どういうこと、だってはい、はい、ここで終わらないぞと、なんと僕たちのサイン入り、これなんですか、アベマくん、アベマくん、人形、アベマくん人形をプレゼントしたいと思います。はい、メルカリには売らないでください。はい、メルカリってすぐ売るんでね。それでは問題です。まずはね、僕から問題を出したいと思います。テレ第1問、ヤギアレサさん演じるミナはどこで噛んだ今。ヤギアレサさん演じるミナは僕が演じているイクミのことを何と呼んでいるでしょうか。はい、はいはい、そして第2問はこちら、僕が演じる星野がアカリに写真を渡した時にその写真を〇〇の1枚と伝えます。〇〇に入る言葉は一体何でしょうか。はい、これ好きです、僕は。これ好きですね。はい、第3問、大野いとさん演じる夏菜がキャバクラの店長である龍一にもらったお金を板垣さん演じる恋、略してカタカナで一恋、おかしいな、おかしいな、今おかしいな、願うな、ちゃんと最後まで言ってるから願うんだけど、1ページの恋、略してカタカナで一恋、内容は何でも構いません、みんなのインスタからツイッターへ移動して放送されます。そらくんもね、そらっちも登場するんだよね。いや、登場します。はい、でももっとなんか言ってきなよ。まあ、今回の回は僕が中心なんで、よかったら見てください。嘘です。嘘です。すげえ、もうかっけえ。第3話は圧倒的星野さん回です。前回、明かりを強く抱きしめた星野さんがね、さらにかっこいい明かりと
思います。もう撮ったらいなくなっちゃうじゃん。いや、いいんだよ、もうスクショタイムということで、はい、どうしようか。ちょっとポーズも、じゃあポーズみんなで変えたいと思うんです。なんかあります？ポーズ特にない。特になし。特にないですね、ポーズ。なんかポーズ持ちポーズってあります？ないです。じゃあ最後、じゃあ寄りますか。あ、いいですね。はい、気が利く。見てね。見てね。手振ったらスクショできないですか。あ、ごめん。見てない。分かんないですよ。目前っすもん。はい。どうですか皆さん。イミちゃんいきますよ。今から10秒間マジでポーズするので、スクショしまくってください。いきますよ。じゃあ皆さん用意は大丈夫ですか。はい。よーい、スタート。それではまたドラマで会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。星野さん会です。